ダースの願いそそらん。
まあ、それはすごかったんですよね、この病気的な感じが。ね、あの次しか支払いも携帯代の支払いもすごい何万って来たこととかもあったりね、その旦那が電話線を切った時は黒さんじゃないんですけどね、もうすごいそんな風にして自分がそのインターネットの世界にもうどっぷり浸ってて抜けられへんようになって、自分もどっかでやめなあかん、こういうこのドロドロした世界、いろんなねソーシャルなこの SNS の世界の人間関係とかでもうすっごい悩んで、もうやめようとかって思って、これはいかんっていう。